賞北海道ソムリエの鎌田隆史です。お晩です。聞き酒師秋瓶こと私小橋秋でございます、はい、毎週金曜日のこの時間は親瓶秋のエゾマリアージュ、日本酒のスペシャリストであり北海道産のお酒に精通している親瓶とその弟子の私がお酒を通して北海道の人や文化などを楽しくお伝えしていく30分でございますが、はい、親瓶、うん、いやー早いな、7月になっちゃったね。入っちゃったね、はあ、海水浴のシーズンだよ。海とか行くの？行かない。ちょっとあれさ、広がらない話をさ、振るのやめてもらっていいですか？ね、もう行かないね、うん、いや、言い方とかじゃなくて、行かないの変わらない。アクションは？アクションは？私はもう行かないから。人のこと言えねえし。行かないねってことで、うん、我々はどこ行っても飲んでるんでしょ？いや、まあそうだけどさ。でも海水浴って、北海道ってさ、うん、海行くとさ、うん、テント立ててさ、うん、ジンギスカンやってるじゃん、みんな焼肉とかもうやってるじゃん。バーベキューとかやるよね。本州の人から見たら、うん、あれおかしな風景だって言うからね。え、なんで？あれおかしいんだって。やんないの？やんないよ。ビーチのパラソルとか、うん、ちょっとこう日よけのやつやりながら、もうボンボンボンってもう水着ピッて着てブッと寝てて。だいぶ犠牲語が多くなってきていますけど、うん、もうボンボンボンってもう水着ピッて着てブッ。あ、そうなんだ、うん、そうだよ。私知らなかった。おごそかだよ。そんなにこっちの方が。いや、そんな海水浴面白いですか？僕は行かないから。まあ結局私も行かないんで。行くんだったら、そうだな、目の保養だな。だって水着着ねえだろ。いや、着れねえだよ。見たくもねえけど。うるせえわ。ということでね、海水浴は、ね、一切行かない2人の ね、オープニングトークでございましたが、はい、今週もこの後30分間、エゾマリアージュ、最後までお付き合いください。親瓶秋のエゾマリアージュ、この番組はイオン北海道の提供でお送りします。イオン毎月恒例の一の一、今日1日から開催。毎日の食卓に欠かせない食料品や普段の暮らしに必要なアイテムを中心にお買い得価格でご提供。お得な一の一は3日まで。お近くのイオン、イオンスーパーセンターのお店へ。エゾマリアージュ、HBC ラジオ親瓶秋のエゾマリアージュ、親瓶こと鎌田隆史さんと私小橋明でお送りしています、はい、それでは今週もエゾマリバー鎌田に素敵なゲストをお迎えしましょう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうもどうも、お晩でした。はい、どうもいらっしゃいませ。今週もお越しいただきました、今週もゲストはですね旅行ジャーナリストで、うん、特に温泉のスペシャリストであります、小野寺敦子さん、はい、僕はあっちゃんとみんなでね呼んでますけどね、お話いっぱい伺いましょう。先週は、うん、あっちゃんがベルギーから買ってきてくれたというビールで盛り上がりましたけども、ね、温泉にハマったきっかけだとかね、うん、そういうのも聞きましたけどね。そうでしたね、うん、なんかちょっと今、うん、あっちゃんが、うん、私も海水浴について一言言わせてって。そうなのよ。なになになに。いやいや、二人ねちょっともったいないんだよね。ちょうどねそれこそ先週ダイエットに温泉のお話したじゃないですか、はいはい、海水浴ってね、うん、あれダイエットにいいのよ。あ、行こう来週。早いわ。だってうちら昔7頭身あったのにさ、最近4頭身じゃん。頭身が年々減ってきてるっていうね。ほら、繰り返すようですけどね、うんうん、人間の体温より高ければ高いほど、低ければ低いほどカロリー消費はまず高いわけだ、うんうん、ってことは海の、あ、そうか、海の水ってのは冷たいよね、しゃっこいでしょ、うんうん、だから、うん、部分浴足だけでもいいわけよ、うん、だから全身入んないで短パンでね、うん、ジャブジャブしてるだけで、うん、まず一つはその冷水による効果が得られるということね。ある意味、うん、海の水は沿線の、うん、その通り、共栄泉なわけよ。だそうなんだね。だから温泉と通ずるところがあるんです。そうか、共栄泉に浸かる、うんうん、しかも冷たい水で、もう一つは、うん、波浪、要するに波がね、うん、人の体を揺さぶるわけだ、うん、つまりその波に抗って、うん、私たちはこうエネルギーを使うわけよ。はあ、だから海の周りをね、カップルでキャーキャー言いながら、うん、待ってとかって、うん、そうやつね。あれでちょっと痩せてるんだよ。マジで。あれ痩せるんだ。え、あれやりたい。やりたくねえよ、めっちゃ。だけど本当に例えばお孫さんでね、うん、浮き輪巻いてはいはいはい泳いでみようねってやってるおじいちゃんおばあちゃんだって、あれはかなりのねいい運動になってる。海いいんだ。海いいの。なんかちょっと
考え方変わってきたな。変わった、もったいないことしてたな。そうなのかな。 あと世の中でね、最近ほら何でもかんでもあの日光にはね当たっちゃいけない、紫外線はおっかないって、こう、はいはいはい、世の中なってるけれども、うんうん、適当な日光浴はね人間必要なんですよ、うんうん、適当の種類にもよるけど、うん、まあ、酔っ払ったら俺たち本当に適当になっちゃうから、なっちゃいますね。スポンサーさんに怒られるぐらいですから。いやいや、だけどそういう意味じゃ海とかね、うん、露天風呂っていうのは、うん、人がね自然に日光浴できる抜群の機会なんですね。なるほどだ。いや今日もね、うん、ちょっとまあ今回は、うん、まあ、旅行の部分をね、うん、前回お話を伺いましたけども、うん、温泉にちょっと特化して、うん、あっちゃんにお話を伺いたいと思うんですけど、海外とか行ってるからね、何でも聞いて、ね、その辺の話しましょう。その前に親便、うん、乾杯行きましょうか。そうだ、今月からですね、はい、ちょっと蔵がまた借ります、はい、今回からですね、札幌の隣町の、栗山町の小林酒造さん、はい、そこで1ヶ月飲み散らかすよ。行きましょう。今日は今日は、北の湯錦のですね、なんて言った、北の湯錦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 ね、本醸造の大門っていう、鳳の王に、家紋の門って書くね、本醸造のタイプを持ってきましたよ。はい、はい、あ、これ広がるね、ぜひ皆さんも一緒にね、おしとやかにこうかっこいいところで止めて渡すからね。いいね、いいね、はいね、はいはい、ちょっとこうコリンズグラスみたいなね、ちょっとこう、だいぶ入ってるね。コップだけ。よっしゃ、はい、栗山町の小林酒造さんの、北の錦の本醸造、はい、大門です。乾杯。乾杯。イオン北海道各店で買います。うん、本醸造はドライと、ドライ感覚でね、キリッとした。本当だ。すっきりしてますね。いい、ね、うん、あ、いい、これも飽きないね、うん、これは冷やしてもいけるし、うんうん、これはロックとかでもいいかもしれない ね、これでも不安の方多いですよね。多い多い、うん、でまたね、値段が手頃なんだわこれ、うんうん、4,5 瓶でね、800円前後ぐらいだから、あ、うん、本当にね、うん、もうテーブルの買いますよ、うん、ジャカスカ飲んで ね、もうキャンプ場だとかさ、うん、こうわーっと飲めるじゃないですか、うん、なんでキャンプ場なの。さっき海だって言ってみたいな。いろいろな、ね、飲酒運転だけ気をつけよ ね、いろいろなところでお試しいただきたいと思いますが、うん、さあ早速なんですけど ね、今回はあのあっちゃんもいろいろな本当国、はいはい、行ったりしてますけども、うん、旅行ジャーナリストとして、はいはい、で特にその、うん、温泉の部分で言うと北海道、まあ、日本と海外のスパ、うん、あ、違いつーのをこれ知りたかった。なるほどね、うん、北海道温泉いくつぐらいあるの。北海道は非営業も含めると1200ぐらいある。非営業も含めると、うん、める、いわゆる勝手に入っていいとか、あの、うん、動物が入っているようなところとかも入れて、ざっくりね、ざっくりね、それはね本当にもう変わっていくわけだから、うん、あれなんだけれども、全国的にはどのぐらいあるんですか。いや北海道がやっぱり温泉地としては一番、あ、一番多い、温泉天国なんだね、うん、ね、広いだけあって、うん、もう火山も走ってるからね、うん、あ、そうか、火山天国だからね、そうそうそう、まあ、あの火山帯でいうとさ、あの千島の方から、うんうんうん、千島火山帯と本州の方から登ってくる那須火山帯、うんうん、2つのね、あの火山帯が腹巻きのように北海道をこう、ね、うん、今もう体で手と体表現してる。そう、だからお腹部分にそういういい温泉が多くて、うん、へその上あたりです。そうなの、そうなの、うん、で上と下はね、うん、火山帯に属してないから、うん、冷泉が多いんだけどちょっと個性的な温泉が、あ、そうか、数は少ないけど豊富温泉だとか、うん、はいはい、稚内とかね、そうそうそう、日高の方も静内のあたりとかね、あの面白いお湯が結構出てますよっていう、いずれにしてももう泉の宝庫なわけですね、うん、はあ、海外とかどうなんですか。海外はですね、うん、要するにやっぱり火山のあるところが熱い温泉が出るので、うんうんうん、ほら環太平洋火山帯って習ったでしょ、造山帯、うん、要するに太平洋囲んでアメリカだった、アメリカ、オセアニア、こっち中国、台湾、韓国、全部、うん、この辺は火山なんだけど、うん、案外とね温泉文化が少ない。あ、そう、つからないんだみんな。あの海外に行って温泉の文化というとね、うん、テルマエロマエでやっぱり有名になったけど、うん、ヨーロッパなんだよね。そうだよね、うんうん、そう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 、僕英国に住んでたじゃないですか。なんで英国って言った。今おしゃれしたの。、うん、ちょっとね紳士的だね、うん、ね、バースってね、はいはいはい、ありますね、うん、それこそバスという、うん、まあ、バスタブの語源になったところとか、あるいは逆だとかね、うん、ね、うん、あちゃん
行ってるでしょ、うんうん、で世界中こうある中で、うん、海外の温泉のそういう事情って入り方とかの違いとかもあるんですか、ね、あ、 あるね。基本的には混浴なんですよ。あ、海外は海外はね、うん、で混浴だと風紀が乱れるっていうんで水着を着るという、うん、はあ、そういうことだ。だから水着ありきじゃない。人間性の問題じゃないですか。野生が抑えられない人ばかりですと水着が着るのは割と安い料金の一般的ゾーン。まあ有名温泉地ね、今井っていうのは、うんうん、バースはあれかな、ないかもしれないが、うん、イギリスはね案外温泉文化はちょっと、うん、あの温泉に入るね習慣が少ない、うんうん、そうですね、うん、だからあれなんだけれども、うんうん、ドイツだとかフランス、うんね、スイス、バーデン、ね、イタリアのあたりに行って、うんうん、あの男女混浴で、うん、ちょっといいクラスのところに行きますとね、うん、もう裸すっぽんぽん混浴浴場、これがいいクラスですね。いいクラス。そこは風紀は乱れない人たちがいっぱい。乱れない。理性がちゃんとコントロールして。そうなんですよ。で日本ももちろんね、まあ混浴のね昔ながらの文化っていうのはあるわけですが、うん、一番大きな違いは海外で例えばそういうヨーロッパでね、うん、混浴の裸のところに、うん、エリアに入った時には堂々とブラブラしてなきゃダメ。ヌーディストビーチみたいなもんですね、うん、だからね胸張ってブラ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 歩かなきゃいけない。隠してたら何をやってるんだと。そうなんですよ。うつむいて股間に両手合わせたらダメなんですよ。親指みたいに何を言ってた。そうだからね、私も知り合いの、特派員だった人が、うん、やっぱ恥ずかしいから男の人でね、うん、こう腰にタオル巻いてたんだって。そしたら不衛生だから取れって言われて、うん、でも確かにね私いや分かるね。で一方でね、私実はタイに行った時にね、うん、タイのバンコクにもね温泉施設あるんですよ。すごく日本に影響されて、湯の森っていうね、うん、日本にそっくりの温泉施設なんだけど、ベタな名前ですね。湯の森ならね、うん、でそこは普通に男女分かれてて、うん、湯上がりには浴衣貸してくれて、浴衣着てビール飲んでね、うん、焼き鳥食べるような本当の日本っぽいところなんだけど、うん、日本スタイルなんだ。ところがそこはね、うん、男女分かれてるのに、うん、真っ裸が恥ずかしいって言うんで、うん、同性同士でもね見られたら恥ずかしいって言うんで、湯上みたいな、あのね、使い捨てのブラジャーとパンティーみたいなのをくれたの、うん、じゃあみんなそれつけて。そっちの方が俺的にはエロっぽいかもしれない。でもなんか私たち日本人からしてみたら、うん、それで洗えるのみたいな、うん、ちょっと不衛生な感じ、逆にする、ね、するね、しますよね、うん、だからそんなのスポッポンの方がいいよね、うん、多分そのドイツ、ドイツです、うん、彼が言われたのはそういうことだと思うのね、うん、やっぱり国によってこう文化っていうかね、国柄だね、うん、そう、入浴の習慣もさっき言ったイギリスは大体ちょっといいホテルでもバスタブなんか少ないぐらいだし、うん、そうですね、うん、だから日本で言えば沖縄みたいな感じかな、うん、沖縄行くと ねバスタブない家結構多いですから ねシャワーだけとか ね、うん、しかもシンプルで ね、うん、エゾマリアージュ HBC ラジオ親便秋のエゾマリアージュ、坂匠の鎌田隆さん親便と私小橋明でお送りしています、はい、続いてはこのコーナー、親便の名古屋さんに行く。ですね、毎週親便がお酒についてなるほどというためになるお話をね、皆さんに送ってます、はい、今週は、うん、今週はねよく言われるんだけど、夏ってさ、うん、日本酒敬遠されるっていうね時期っていう感じあるじゃない。なんかやっぱりちょっと暑感みたいな ねこうところで冬っていうイメージが多いのかもしれないね、うん、で夏っつったらビールっつってね、うん、まずはビールっつって次っつったらビールっつってね日本酒出てこねえなみたいなってあるじゃないですか、うん、でもね夏って意外と日本酒の飲み方あるのよ。ほう、うん、だからねそこのところちょっと今日ね紐解いて皆さんに お伝えしたいなというふうに思ってます。知っとくとためになる ね、うん、ね、まあ一番最初日本酒だったらさ、うん、ロックだよ。日本酒ロック。日本酒ロック。うん、氷でってこと？そうそうそう、うん。ロックグラスに氷入れて日本酒を入れましょう。うん、それはねやっぱりちょっとね薄まるんじゃないか、邪道かなと思ってたよ。いや、うん、ちょっとこう純米酒とかね、濃厚な味わいの木元作りとか山灰とかってよく言うんだけども、うん、そういうものとか原酒、うん、ちょっと度数の高いやつ、それをねこう丸氷で。ああいいね、じわじわ。キュービータの氷じゃないんだよ、ウイスキー的に。そうちょっとこうバーンみたいにね、丸氷、うん、丸氷、うん、って日本発祥だからね、あの丸氷って。そうなの、うん、バー和田さんだから、何言わんの。丸くすることで表面積が少なくなって氷が溶けづらいんだよ。そっか、うん、でそれにこうポコッとロックラス入れて日本酒入れると、うん、そんなに水にも
ぽくならない。え、じゃあぴったりなのね、丸氷が。丸氷と日本酒ってね、すごい合うんだよ。へえ。結構売ってたりするからね、うん、なんだったら自分でコッ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 って難しいでしょ、なかなか難しいけどねちょっと大きめのやつとか、あとちょっと売ってる氷だと、じっくり時間をかけて、ゆっくり凍らせた氷って、逆に溶けづらいんだよね。うん、だからよくイオンさんにも売ってるけど、うん、ああいう氷使うと、実は水っぽくあんまりならない。あ、なるほどね。だから氷選びからちょっと始めてみてもいいかもしれないね、うん、じゃあ。では先週話したスパークリングとかさ、はい、微発泡系のやつを、こうちょっとこうフルートグラスで小粋に飲むなっていうのもあるし、あと冷酒ね、お酒の温度によって呼び方低いところもあるから、うん、日向館から大体30度ぐらいから始まるんだけど、日向館、人肌館、ぬる館、上館、熱館、飛び切り館って55度まで極度刻みであるんだけど、冷たいところもあるから。冷たいの、これ知りたいです。雪冷えって言うんだよ。おこれ 5度5度、雪冷え、ビールと同じだし、そうだ、で10度、これ花冷えって言うんだ。あら、雪冷え、花冷え、15度が涼冷え。涼冷え、うん、いいね。じゃあマスター花冷えちょうだいって言えばいいのね。そしたらうわこっち何もなかってんだ10度ですねお客様つって、いやこういうね5度刻みで15度まであるんだけど、温度によって日本酒飲んだ時の感覚もちょっと違うんだよね、例えば15度だったらこうすっきりとした後味を感じる温度帯だし、10度ぐらいだともう完全にこう冷たい清涼感を感じるんだよ、で5度ぐらいになるともう完全に爽やかな感じ。あ、そっか。だから温度によって日本酒もそういう、呼び方があるってことは、そういう飲み方があるってことだ。ということはやっぱり場所にもよっていろいろ味が変わってくるから、で一つね大事なことを言いたいのは、15度から30度までの呼び方が実はないね。ないの？ない。これが冷やだから。ああそうか。そこから冷やなんだ。そっから冷や。冷やちょうだいって言ったらみんな冷たいお酒だと思う人もいっぱいいるんだけど、これ大きな誤解なんですよ。だから昔冷やでちょうだいって言ったって冷蔵庫ない時代長いじゃないですか。だから5度10度15度とかって言ったらもう何かしら手を加えないとその温度にならないから、だから15度から30度の間は冷やなんですよ。へー、広いんだ。冷やくださいって言ったら、だいたい20度前後ね、あと、炭酸で割ったりとか、あとなんだライム入れて、世界スタンダードのサムライロックっていう、カクテルね、カクテルね、そういう飲み方もあるし、あとクラッシュアイス入れて飲むとか、最近それ私流行ってる、ね、自宅で簡単でしょ。やってる。クラッシュ美味しいんだもん。小さいエリアだね簡単にできるしさ、日本酒も夏に飲むっていう、あと夏にごりってあるじゃん。あ、そうだね、出してますね。にごりって冬の旬酒なんだけど、夏にごりってもともと甘酒は元気水だったんで、そういうのがあるから、にごりの酒化成分ってすごい夏元気取り戻せるからね、なるほどね、まあ、そういうお酒もあるし、まあ、夏にね向けていろいろなこう日本酒の飲み方ありますよということで、本日は親瓶のなるほどお酒塾、ためになりました。ためになったねエゾマリアージュ、やっぱこうちょっといろんなお酒ともね巡り合ったりしますよね、そうですね。どうでしょう、あっちゃん的にお酒は強いんですよね。基本は強いけど、たまに打ち負かされる時がある。打ち負かされる。嘘つき。いや道にここに2人いるのはね、大体ね、もうそれに関してはね。いやでも本当道に倒れて誰かの名を呼び続けることはある。中島みゆきさんじゃないですか。あっちゃん、じゃあ失敗談とかないでしょうね。いやでも成功談の方がないかもしれない。成功談。それはうまくいったってこと、まあ、否めないな。忘れられない、ちょっとお酒飲んでこんなことやってもうたとかってあります？ないな。ない。いや違うね、今ねありすぎてね、どれを選ぶか、どれを選ぶか今頭の中しかもね今かなり飲んでるからね。そうだね、あでも旅先で自分の店を作るのは大好きなんですよね、はい、どういうこと？あのボトルキープできる店をね、だからそういうことか、なるほどなるほど、要するにだからママの座を奪うのかな、道場破りみたいに。違う、あのだからあの港じゃないけど、空港のそばに私のマイスナックはあるんだよね、セントレアのそばとか
あったし、韓国の言葉とか、それさ、アキちゃんもありそうだな。あのね、私あっちゃんとね似てるな自分と思うところが、うん、私は、うん、あの港みなとじゃないけどスナックを絶対作る、うん、あ、ね、作るよね。そう、あのマイスナック、ね、出張とかで地方行くじゃない、マイピーチと一緒なマイスナックみたいな、マイスナックを絶対、うん、1個はログイン履歴でずっと出てくるみたいな。あ、そうですか。そうだよね、そういうとこでも人の縁があるもんね。あるね。私ね、あのあれですよ、関空のね、関西空港次の日、うん、あのアジアに行くのに泊まった夜にね、うん、大阪ちょっと飲みに行こうかっていうんでね、うん、あの通天閣のあたりね、うん、新世界、うん、まあ、もうディープだね、うん、好き好き。まあ女が一人で夜歩いちゃいけないとこなんだよね、うん、まあそうだね、うん、いけないとこなんだけど、昨日からベロンベロンの人たちいっぱいいるからね。そうだね。で、うん、ホテルの人にね、どっかいい串揚げありますか、うん、お客さん今から行くんですか、ね、うん、夜の9時だったんだけど言われて、うん、で串揚げ行ったら、うん、で串揚げの人にね、いやこの後いいスナックあるかいって言ったら、いやこの後一人で行くんですか、ね、驚かれた、うん、でしょうがないからコンビニ行ってね、お酒買って部屋で飲もうかなと思ったら、うん、そのコンビニの手前からね、うん、いい音楽が聞こえてくる、うん、ね、パッと開けたらね、あのちょっと年の子私より上ぐらいのママ2人でね、うん、ちょっと健全な感じなのさ、うん、で座ったでしょ、うん、そしたら30分後にもうみんな北海道の歌を歌ってくれてね。優しい。だってもうあっちゃんもうね、強烈にカラオケ好きだからね。もうチーママになってたし、もうその時点であっちゃん。いやもうね、もう強烈だからカラオケ行ったら。あ、そう。もうぶっ飛びだからね。どんな風になるんですか？ね、もうなりきるね。もう歌手にもなりきるし、こう踊りも入るし。踊る。いやだからどっからどこまでを成功と失敗と言っていいのか分かんないよね。強烈にね。うまいのさ。あ、そう、もう表裏一体が歩いてるんだなこれね。はい、面白いね。まあそういう意味ではあっちゃんあれだよ、うん、あのどこの町行っても、うん、絶対マイスナックあるっていうのは、うん、俺よーくわかる。ありがとう、今度来てね。あ、そうか、そういういろいろなお話含め、はい、あっちゃんの行った先が一冊の本になったんですよね。あ、そうですね、はい、ね、いろいろ本書いて、あ、でもスナックの本はまだ出してないんですけどね。それ共作で出そう。それ先にね、そうだね、企画通すから。スナックはしご行きたい。ね、これ今目の前に、ね、とりあえず今あるやつを、はい、お持ちいただいたこちらが、ね、ちょっと紹介してもらいましょうよ。あ、そうですね、これはまあちょっと出てね、ちょうどいい感じで温まった頃で、はい、決定版北海道の温泉丸ごとガイドというね。全部で何件入ってるんですか？556件ですよ。すごい。北海道だけでしょ。北海道だけで556件。さっき1200件って言ってたじゃない、うん、しかもあれ営業してないやつもね、営業してないところもあってって言ったから。差し引いてったら、うん、ほぼほぼこれちゃんと営業してるとこだけ。網羅してるってことだ。すごいね。そうですよ、ま、ということは温泉の、ま、あの前にね、温泉大図鑑とかの本もあって、うん、ね、うん、まあ、ある意味その中からさらに556件、うん、現在営業してるところであっちゃんのおすすめが入ってるってことだよね。いや、そう、それにね、温泉ってやっぱりね、1年2年経つとね、もう様変わりしてるところも結構あるのね、うんうん、やっぱり景気が悪いってことでね、うん、あの廃業なさるところもあれば、うん、あの代替わりでね、うん、あ、なるほど、今度息子さんの代になったら、あら、ガラリと変わっちゃったみたいな、うん、あー、空気感がね、うんうんうん、昔はね、それこそもう私たちのスナックみたいな庶民派だったのに、なんかあのシャレだ東京の嫁さん入ってきたら、カフェみたいな自分で、大変だね。ちょっと、英子先生が、おい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 って、うん、シャレだ東京の嫁さん入ってきた印はどういう印だったそれはやっぱり、これラジオ聞いてくれた方がいい。でも、こう実際にね、足を運んで、目で見て、体験して、飲んでね、うん、で書かれてる本なの で、ね、僕はこう、うん、僕毎回あっちゃんの本とかね、うん、見るんだけどさ、すごくなんつんだろう、ここ優しいんだよね。ありがとう。心ある文章で僕大好きなんだよね。あ、なんか今締めにかかってる。いやでも本当にね、うん、もう身を削ってね、今言ってくれたようにね、うん、だからあのその太ってた頃の大きい私から小さい私までいろいろ見してこれ大きい私。えこれあっちゃんなの？そうそう、すごいね、人間って変化するんだ。全然違うね。しかも背中側からのショットがほとんどうなじが映るみたいなね。はー、これはうなじ好物の方たちにも必見ですね、これね。
ね。そうですね。うん。あ、でもね、本当にね、言う通り、うん、やっぱり一軒一軒ね、あの自分のお金でちゃんと払っていったとかね、うん、取材をきちっとしてるっていうのが分かる。写真もね、すごく見やすくて、あ、ありがとうございます。ここからその温泉地の空気感がすごく伝わるっていうね、うん、素敵な、ね、素敵な本です。ありがとうございます。モデルになってさ、うん、あ、そうね。胸のところに貝殻つけてさ、いや、いつも武田久美子なんでしょそれ本当に、いいな、一冊ですよ。北海道の温泉、丸ごとガイド、これやっぱり、バイブルと一つとしてね。あ、そうですね、うん、もう車にドンと積んで、うん、ドンと積んどいて、どこ行くでもね、チラリと見て、うん、結構長い間使えそうな、使えます、これ保存版ですね、表紙丈夫だし、ね、北海道新聞社さんから、2000円プラス税、プラス税で、すいません、これはでも本当にバイブルですね、ね、はい、ぜひとも皆さんお得だと思います。お手に取って、うん、ご覧いただきたいと思いますが、大きい私も見てやってくださいありがとうございました。はい、さあ、それでは本日そして先週とですね、うん、はい、お迎えいたしましたのは旅行ジャーナリスト、はい、そして温泉ジャーナリストでおなじみの小野寺敦子さんでございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。イオン、毎週土曜日曜は和音ポイントプレゼント。店内設置のハッピーゲートに和音カードをタッチするだけで2和音ポイントをプレゼント。たまったポイントは翌月に1ヶ月分ダウンロードできます。お得な和音カードはお近くのイオンで。親瓶秋のエゾマリアージュ、今週もプレゼント、親瓶お願いします。はい、番組宛にメッセージ文面ですね、いただいた方の中からですね、毎週1名にですね2000円をチャージしたイオンギフトカードをプレゼントしてますよ。はい、メールには番組の感想や親瓶のなるほどお酒塾への質問など、うん、どんなメールでもいいのでお待ちしてますよ。はい、メールの宛先は小文字でエゾマリ EZOMARI エゾマリアットマーク HBC.CO.JP でお待ちしております。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。いや、毎回さ、噛まずに読むのって天才だよね、うん、いや、あの、みんなやってっから。あ、そうか、みんなやってっから、ね、すごいなと思って、もう感心するわ。ちょっと待って、顔赤くなってんだ今日、当たった方はですね、ぜひお近くのイオン北海道系列のお店行ってですね、北の錦のね、お酒をいっぱい買ってもらってですね、はい、楽しんでください。あ、ね、ぜひあの、うん、Facebook なんかも覗いていただきたいと思いますよ。今2500-2600ぐらいかな、はい、ぜひ5000まで僕ら目標を設定してますので、うん、ぜひこうプチッといいねを押していただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということで2週にわたりましてあっちゃんお付き合いいただきましたが、いや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 、楽しかったですね。そうですか、いいな、こんな飲める職場職場我々ね、うん、あのこの収録、はい、放送を収録する時のことを飲み会と呼んでおりますね、あのまあいろいろね、先ほどもあの、うん、お話含めて、温泉丸ごとガイド、うん、ありがとうございます。こちらの著書もね、これ見て北海道の温泉、はい、いろいろ回ってもらいたいですよね。本当ですよ、やっぱりね、うん、いかんきゃダメ、うん、ね、せっかく生まれたからにはね、うん、もうどんとお風呂に入って、うん、いい酒飲んで、夏のクソ暑い時でも温泉入って冷たい、冷たい源泉ってのもあるから ね、ぜひ皆さんこの、あっちゃんの北海道の温泉丸ごとガイド、はい、買って待ってください。ではでは、この後も HBC ラジオでお楽しみください。はい、親瓶秋のエゾマリアージュ、お相手は親瓶こと小松隆史と秋瓶こと小橋秋と旅行ジャーナリスト小野寺あっちゃんでした。さようなら、バイバイ。親瓶秋のエゾマリアージュ、この番組はイオン北海道の提供でお送りしました。